初めての敗北。はい、どうも。明治安田生命 J3 リーグ第13節大宮アルディージョ VS 松本山雅 FC の試合を振り返っていこうと思います。結果は0対2でアウェー松本勝利。内容面においても松本山雅が勝っていて完敗と言わざるを得ない内容でした。これが敗北の味か。悔しいね。そして、懐かしいね。79分に松本浅川選手。立て続けて80分に藤谷選手にゴールを奪われ、その後大宮は無得点のままタイムアップ。大宮の無敗記録は12試合でストップ。首位大宮に今シーズン初めて土をつけたのは松本山雅でした。また無得点に終わった試合も今シーズン初で、かつ先制点を相手に取られた試合もこの試合が今シーズン初めてでした。そんな試合で感じたことを大きく分けて3つ、大宮そこ目線で喋っていこうと思います。それでは行きましょう。1つ目、強かった山雅。まあ、まずは相手を称えたいですね。アウェーながらに2000人ほどのサポーターが駆けつけていて、気合十分。山雅の選手もその気合に応えるかのように粘り強く戦っていて、忖度抜きに完全にあらゆる面で松本が大宮を上回っていたかなって思います。やっぱり他のクラブと比べても、細かいところの質だったり、強度だったりが高くて、山雅くらいのチームになってくると、失点につながるミスとかは全然してくれないし、90分通してセカンドボールの回収力の高さを感じました。大宮の攻撃パターンとして今年多いのは、やはり相手がボールを持っている状況で前線からの守備、そして素早く奪ってショートカウンターっていうケースなんだけど、低い位置であまりボールを出してくれない山川相手だとこのサッカーでは勝てなかった。もう一ステージ上の強さを手に入れなければ今後も苦しむということを教えてくれた感じでしたね。多分山雅の下田監督は大宮のやりたいサッカーっていうのは分かっていて、比較的リスクをかけないサッカーにシフトチェンジしてきたと思うんだよね。縦に速く、競り合った後のセカンドボールは力強くいくっていうのを徹底してたように感じて、それになかなか手こずったって感じでしたね。それで我慢比べの展開に持ち込んで終盤に先制点を取る。完璧な試合運びをされて一瞬唖然とさせられました。でもすぐ切り替えて逆転を目指そうと思った時に、我々はこのチームの脆さを思い知ることになりました。1分後に追加点を決められ、勢い的にも流れ的にもゲームセット。完全にしてやられました。てか、先制点を奪った時点で、完全にゲームは山雅のもんでしたね。だって、大宮はそんな展開になったことがないんだもん。今まで先制点を取られたことがなかった大宮。それは、裏返せば、先制点を取られたらどうしていいかわからないということ。ついに先制点を奪われてしまったという衝撃に、チーム全体が動揺を隠しきれず、その隙にダメ押し弾を叩き込まれ、大宮がここまで脆かったのかという事実を、痛いほど感じさせられました。くしくも無敵大宮を崩したのは、下田山雅だったけど、それは偶然ではなく、あのサッカーが今の大宮を倒す模範解答だったと思います。この負けはすごくすごく悔しかった。ただ、このままでは終われない。この借りは9月、ある意味で返します。そこでリベンジさせてください。その試合が天王山になっているよう、お互い頑張りましょう。もちろん1位は大宮でな。2つ目、手遅れの判断。この試合は終盤まで0対0の状況が続いていて、監督はどういうゲームの進め方をしたかったのかは本人にしかわかりませんが、せっかく怪我人も戻ってきて、守備不足だったり、泉沢だったり、流れを変えれる選手はいたのにも関わらず、守備不足を投入したのはラスト15分を切ったタイミング。また、左サイド、泉に変えて泉沢を投入したのは、2失点目を喫してからでした。正直、あのタイミングで2失点したら、もうどんな交代策をとっても基本負け。後手に回った采配は、この試合の敗因の一つだったかなと思いました。あくまでこれは長澤監督本人にしかわからないことだけど、0対0の状況で中盤の石川に変えて守備不足を入れたということは、攻撃の枚数を増やして点を取りに行くというメッセージだったとは思うのですが、残り15分のタイミングでの交代ということは、ゲームを安定させられる石川を75分まで使い、0対0の状況で行くのはプランのうちで、残り15分で1点取って勝つ、そんな展開を頭に描いていたのかなって。でも、その展開を呼び寄せたのは松本でした。先に交代策を打って、一番欲しいタイミングで先制点を奪い、大宮が慌てて交代策を立てている間に追加点。思うように試合を進められたのは松本山雅の方でした。
まあ、あとは泉沢投入のタイミングかな。左サイド泉選手も前半からかなり縦に広い範囲で動いていたように思うし、攻撃のギアを上げるならもう少し早いタイミングで泉沢を切りたかったかな。なんならせめてシュビルツォクと同じタイミングでの交代が見たかったかなとは思いました。まあ結果論にはなってしまうのですが、この試合は勝つために変化ではなく我慢を選んだ大宮の負けっていう感じがしました。3つ目、乗り越えられないプレッシャーということで、この試合0対2で負けたわけなんですけど、試合終わった後になんか見たことあるなこんなゲームと思ってちょっと考えたんですが、そんな既視感の謎の正体は2018それから2019シーズンの J1 昇格プレイオフの記憶だったんだよね。あの時と今回の松本戦って結構似てると思ってて、今回は今シーズン初めてナックファイブスタジアムで1万人を超えるファンサポーターが入ったんですけど、試合前からお互いのサポーターが相当気合が入っていて、雰囲気もこれまでとは全く違う、お互い絶対に負けられない一戦って感じの緊張感がありました。そうなるといっつも目は固くなる。2018-2019 シーズンのプレーオフも非常に緊張感のある状況で試合が始まり、どちらの試合もお互い譲らず後半まで0対0で試合が進むも、結局先に試合を動かすのはいつも相手チーム。特に2019シーズンのプレーオフ山形戦は先制点を取られてすぐに追加点を決められるっていうところまでそっくりの展開でした。5-1 番の我慢比べの展開に弱いっていうのは数年前からほとんど変わっておらず、このプレッシャーの壁を乗り越えられるようにならないといつまでも上に這い上がっていくことはできないと感じました。ということで大きく3つ、松本との試合で感じたことを喋ってきましたが、負けるのがこの試合で良かったなと思うしかないと思います。無敗記録なんかいつか止まるものだし、この試合から学べることも多かったと思います。本当に優勝、昇格する価値のあるチームなら、連敗は絶対してはいけないと思うし、まずは次の試合から一戦一戦勝っていけるように必ず立て直して、不動の1位として君臨できるようにしてほしいです。ということで今回の動画は以上。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。またコメントなどもたくさん受け付けておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。